スミウキゴリ。第一背びれ後半部に黒縁がなく脇腹の模様はビブほど濃いウキゴリは鈴木メハゼカに分類される魚の一種である。ただしスミウキゴリ G ペチャリンスス、シマウキゴリ G アペリンズ、およびビワコ固有種のイサザ G イサザという三種の類似種が存在し、これらの総称として使われることもある。日本とその周辺地域に分布する。 比較的大型のハゼで、川の中流、下流域で見られる。日本での地方名としては、ゴリゴダペイエビグズなどがある。制御は、全長13センチメートルに達し、日本産のハゼとしてはかなり大型の部類である。体は、円筒形だが頭部は、上から押しつぶされたように縦平たし、逆にビブは、側平たする。体色は、半透明の気化色で、 全身に黒褐色の反転がある。背中に5から6個の倉上半が並ぶが、第一背びれの部分には反転がない。脇腹から尾にかけて6から7個の大きな黒褐色半と側線に沿って小さな黒点が並ぶ。第一背びれの後半部と尾ひれの付け根に明瞭な黒斑点が一つずつある。第二背びれと尾ひれは白黒の縞模様となる。鱗は細かく。 手で触れると、ぬめりがある。カラフト、北海道から、九州、朝鮮半島まで分布する。エトロフ島、クナシリ島、沖諸島、ヤクシマといった、周辺当初からも記録されている。養魚期を海で過ごす当時、海遊を行うため、離島の川にも分布する。その一方で、海の代わりに故障などで成長する陸風型も存在する。制魚は、 川の中流域から寄水域にかけて生息し、流れが緩やかで水草が生えている区域に多い。生魚は、一般的なハゼ類と同様に水底に腹をつけて生活するが、全長数センチメートル程度の若菜は、水底から離れて、中層をふわふわと泳ぐ習性がある。標準和名、浮き彫りもこの習性。食性は肉食性で、昆虫、甲殻類、 小魚などの小動物を捕食する。春の産卵期には生魚の体色が黒っぽくなり、さらにメスは腹部が黄色になる。オスは川底の石の下に産卵室を作り、メスを呼び込んで産卵させる。メスは産卵室の天井に産卵し、卵は葡萄のような棒状で天井から多数ぶら下がる。産卵、受精後は、オスが巣に残り、深までの10日間ほど卵を保護する。 稚魚は全長5から6ミリメートルほどで川の流れに乗って故障や海に下り全長3センチメートルほどになるまで成長する。成長した若菜は春から夏にかけて群れをなして川を遡上する。通常は漁業対象にならないが他の小魚と混格されて佃煮や卵とじなどに利用されることがある。浮き彫りには炭浮き彫り、 シマウキゴリという2種の類似種が存在する。これらの幼魚は、同定が難しいが、生魚は、第1背びれの黒縁と脇腹の模様で区別がつく。ウキゴリ族ジムナゴビウスの中では、この3種が、比較的大型で淡水性が強い特徴がある。かつてこの3種は、ウキゴリ。また、ビワコ固有種のイサザは、ウキゴリの陸風固体群から分化したものと、考えられている。 スミウキゴリジイペチャリンスススミウキゴリは全長10センチメートルほど。第一背びれに黒縁がない点で他の2種と容易に区別できる。また、体側の反転は脇腹が不明瞭で尾に近い3から4個ほどが明瞭になる。北海道南部から薬島、壱岐、津島、朝鮮半島に分布し、やや南方系の分布を示す。 川の下流域に集中して生息する。浮き彫りと異なり、陸風型は知られていない。島浮き彫りジやアペリンズ・スティーブンソン2002、島浮き彫りは全長10センチメートルほど。背中の蔵上半が多く、一つが第一背びれを横切る。第一背びれ後半部に黒縁があるが、浮き彫りほど大きくない。分布域は本州北部、北海道。 朝鮮半島で北方系の分布を示す。生魚は流れがある川の中流域に多く生息する。住浮りと同じく陸風型は知られていない。イサザジイ,イサザ全長8センチメートルほどで、多種より小型。半門が全体的に不明瞭で小柄が長い。ビはここ有種で湖から出ずに生活する。若名のみならず、生魚も祭事の際に中層まで浮上する。 ありがとうございます。